一番、コーヒー、もう一杯いかがですか一、結構だと思います。二、おかげさまで。三、いただきます。 2番、いつ日本にいらっしゃったんですか ?1、3ヶ月前に参りました。2、3年の予定です。3、来年の3月までいます。 3番、お久しぶりです。お元気ですか ?1、1> 結構です。2>, 2、お構いなく。3、おかげさまで。 4番、風、どう治った ?1、1> そう、お大事に。2>, 2、まだ調子悪くて。3、風邪ひいちゃった。 5番あのー、明日のテストどうしても受けなくちゃいけませんか 1, 1受けられますよ2。必ず受けてください 3, 3明日の方が良かったですか 6番この仕事、ぜひ、私にやらせてもらえませんか 1>, ?1、ええ、お願いします。2、2> そう言わずに、頑張ってください。3、じゃあ、引き受けましょう。 7番ねえ田中くんのことを聞いた 1, 1そうなんだ 2, 2何かあったの3そんなことないよ 8番すいません、部長。この書類見ていただけませんか ?1、ご覧になってください。2、会議の後でならいいですよ。3、すぐに見せましょう。 九番。明日、三時にお伺いしてもよろしいでしょうか。一。そうですか。伺います。二。<2 S 2> よくいらっしゃいました。三。<3 S 2> もう少し早く来られませんか。 一番、リンさん、明日のアルバイト、三時に来てほしいんですが。一、いつでも来てください。二、都合はどうですか三、3> 3はい、大丈夫です。 2番、田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1、気をつけます。2、そうしてください。3、よく気がつきます。 3番あれ雨ですかそんなに濡れちゃって。1, 1じゃあ、傘はいりませんね。2, 2いつ降るんでしょう ?3 急に降ってきたんです。 4番、暑いので、ちょっと窓を開けてもよろしいでしょうか。1、1> じゃあ閉めましょう。2、ええ、構いませんよ。3>, 3、いえ、どういたしまして。 5番、お客様、こちらで召し上がりますかお持ち帰りになりますか ?1、1> はい、大丈夫です。2、ここで食べます。3>, 3、い,いえ、持ちますよ。 6番、バスなかなか来ないですね。1、1> 道が混んでるんでしょうか。2>, 2、バスにしてよかったですね。3、ずいぶん早そうですね。 7番、あの映画、もうやってないんだって。1、1> じゃあ、明日見に行こうよ。2>, 2、うん、まだやってないみたい。3、え、終わっちゃったんだ。 8番、このプリントをクラスのみんなに配っといてもらえますか ?1、1> あ、取ってあります。2>, 2、はい、やっておきます。3、すぐもらえると思います。 1番あ、シャツのボタンが取れそうですよ。1ええ、私も聞きました。2, 2あ、気がつきませんでした。3取れるといいですね。 2番、この間頼んだ書類できてる ?1、1> もうできたんですか 2>, ?2、すみません、今やっています。3、そこに置いといてください。 3番私、今からコンビニに行くんだけど、ついでにお弁当を買ってこようか ?1。1> いいよ、後で行くから。2。ああ、買っていくよ。3>, 3。え、僕行けないよ。 4番この本山田さんに渡しといてくれない 1, ?1 山田さんにもらっとくよ <S 2, 2 <S 山田さんに必ず渡してね3会えるかどうかわからないよ 5番せっかく来てくれたんだから、今日はゆっくりしていってね。1>, 1。ええ。ゆっくり歩いていきます。2。2> じゃあ、そうさせていただきます。3。いやあ、おかげさまで。 6番、海外出張行くんだっていいなぁ。1、大変な出張だったよ。2、2> お土産買ってきてね。3>, 3、でもずっと仕事だよ。 7番木村くんこれ社長が書かれた本なんですよ。1あっ拝見します。2はいお見せします。3ではお目にかかります。 八番、どうぞお入りください。すぐお茶入れますから。一、ごちそうさまでした。二、<2 S 2> あ、お構いなく。三、<3 S 2> よく来てくれましたね。 1番山田さんに用事があるんだけど見なかった ?1 教室にいたよ 2, 2特に用事はないよ3一緒に見ようよ 2番、昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。1、1> それは残念だね。2>, 2、ああ、気にしないで。3、本当にごめんなさい。 3番。あ、山本さん、ご無沙汰しています。お元気でしたか ?1。1> どうぞ、お大事に。2>, 2。ええ、本当に久しぶりですね。3。昨日はあえて楽しかったです。 4番、飲み物はコーヒーしかないんですけど、いいですか 1>, ?1、コーヒーじゃなくてもいいですよ。2、2> じゃあ、お茶をもらえますか ?3、あ、コーヒー大好きです。 5番。あの、この書類について、いくつかお伺いしたいことがあるんですが。1。1> はい、何でしょうか。2>, 2。特にありませんけど。3。さあ、いくつかわかりません。 6番。いらっしゃい。お待ちしていましたよ。どうぞお入りください。1。ぜひいらっしゃってください。2。2> では、お邪魔いたします。3>, 3。いえ、待っておりませんが。 7番一緒に行くって約束してた研究会僕行けそうにないんだ 1, 1研究会中止になったの ?2, 2よかった一緒に行けることになって3え何か別の用事が入っちゃった 8番あのすみませんがこの山ではゴミを持ち帰っていただくことになっていましてじゃあ持って行っていただけるんですね 2> 2い,いえせっかくですが結構ですあここに捨てちゃいけないんですね 9番。説明会でお客様を怒らせちゃったこと、課長に話しといた方がいいんじゃない ?1。確かに言わない方がいいね。2。そうだね。早速報告するよ。3。どうして課長に話しちゃったの 1番、田中くん、その毛がどうしたの ?1、とっても痛そうだね。<S 2, 2、もっと気をつけたらどう ?3、ちょっと転んじゃって。 2番夏休みにみんなで行く旅行、早めに申し込まなきゃね。1え、行かないことにしたんだね。2うん、早い方がいいよね。3早めに申し込んでくれたんだ。 3番空が暗くなってきましたね雨が降りそうですね1ずいぶん降っていますね 2> 2でももうすぐやみそうですよ天気予報で雨だって言ってましたよ。 4番電話でお願いした資料取りに来たんですけど1じゃあすぐ作ってきて 2, 2そこにあるんで持ってって 3, 3机の上に置いといて 5番ねえ、この前貸した本、そろそろ返してくれない 1, 1まだ返してもらえないんだね。2, 2あの本、来週必ず持ってきてね。ごめん、まだ読んでるとこで。 6番冷たいものか何か召し上がりませんか1どうぞお構いなく2じゃあお邪魔しました3いやーこちらこそ。 7番、鈴木さん、今、君が作ってる資料、なるべく早く欲しいんだけど、まだかかる ?1、1> もう少しお時間いただけますか 2>, ?2、後でやった方がいいですか ?3、できるだけ早くできますか 8番週末、田中くんの引っ越し手伝わされちゃった。1気にしなくてもいいんじゃない ?2 田中くん手伝ってくれたんだ。3え、せっかくの休みだったのに 9番会議の日程が決まりましたらお電話差し上げます。1ただいま外出しております。2連絡お待ちしております。3しばらくお待ちください。 一番、本田さん、明日の会議は九時からなので遅れないようにね。一、承知しました。二、確かそのはずですが。三、遅くならないみたいですね。 2番風が強いですねああそこの店の看板倒れそうですよ 1, 1本当だ倒れたら危ないですね 2> 2え倒れてるんですか3え、さっき倒れたそうですよ 3番今度またうちに遊びにいらっしゃってくださいね。1おかげさまで2ぜひまた3お出かけですか 4番森田さん、君に貸す約束してた本なんだけど、来週でも構わない ?1、来週かどうかわかりません。2、来週はダメなんですか ?3、じゃあ来週お願いします。 5番。あ、冷蔵庫に入れといた私のケーキ食べちゃったの 1>, ?1。美味しそうだったから、つい。2。2> じゃあ、お皿持ってくるね。3。なんで全部食べたの 6番山田くん午後の会議私の代わりに出席お願いできないお願いするのはちょっと。2, 2他に頼める人いなくて。3> 3僕でよければいいよ。 7番。ねえ、スピーチの順番のことで、ちょっと気になることがあるんだけど。1。1> それはいい話だね。2。お互い気をつけよう。3>, 3。え、何順番がどうしたの 8番。ねえ、今度の日曜日、山田さんの自転車使わせてくれない ?1。1> ちょうど今使ったところだよ。2>, 2。じゃあ、使わせてもらうね。3。日曜は私も使うんだけど。 9番田中さんが来たら私に電話するように伝えて1僕から電話するの ?2 わかったそう言っとく3連絡を待つように伝えるね。 一番。いらっしゃいませ。何名様ですか一。中山と申します。二。もう一人来るので三人です。三。一人千円ずつです。 2番木村さん、よろしければ、この後お食事でも。1。1> ええ、行きましょう。2。どうも、ごちそうさまでした。3>, 3。どうぞ、遠慮なさらずに。 3番あのすみませんこのペンちょっとお借りできますか ?1 あお使いください 2, 2すぐお返しします 3, 3大変結構です 4番田中さんこの書類なんですが見ていただけませんかいいですが何の書類ですか 2> 2一緒に見に行きませんか今ご覧になっています。 5番、駅前にできたラーメン屋に行ってみない美味しいらしいよ。1、どうしても行けないの ?2、私も行きたいと思ってたんだ。3、食べに行ってどうだった 6番、佐藤くんのおかげで会議の準備早めに終わったよ。1、また手伝うからいつでも言って。2、手伝ってくれてありがとう。3、何から始めればいい 7番。隣のクラスの山田くん、マラソンで次のオリンピックに出ることになったんだって。1。そうなるといいね。<S 2, 2。あと少しだったのにね。3。みんなで応援しなくちゃね。 8番松本さん部長への出張の報告はもう済んでるよね1え報告しなくてもいいんですか 2> 2すみません朝からずっと会議に出てたのでおとといお戻りになりました 9番先輩昨日面接受けたんですけど予想外のことを質問されちゃったんです1予想が当たっちゃったんだ2きちんと質問できてよかったね3僕も経験あるよ慌てるよね 1番、コンビニに行くけど、なんか買ってこようか ?1, 1、1> じゃあ、ジュース頼むよ。2>, 2、ついでにお弁当買ってくるよ。3、悪いけど、今はいけないよ。 2番、今日の昼食は私に払わせてください。1、1> 別々に払うんですか 2>, ?2、え、いいんですか ?3、カードでもいいですか 3番雨やみそうにないですね。午後から晴れると思ったんですけど。一、本当晴れてよかったですね。もうしばらく降るでしょうね。あっもうやんだんですね。 4番。わあ懐かしくないこの公園。1>, 1。え、もう忘れちゃったんだね。2。2> 初めてだから感動した ?3。昔、ここでよく遊んだよね。 5番。あ、急がなきゃ、コンサート間に合わなくなるよ。1。1> 急がなくて大丈夫 2>, ?2。ああ、間に合ってよかった。3。あ、大変、走ろう。 6番、バイト早く終わったし、どっか寄ってかない 1>, ?1、ごめん、今日はまっすぐ帰る。2、2> 忙しいなら仕方ないよ。3、早く終わったらいいね。 7番。あ、山田さん、今持ってるそのパソコン、課長が使うなって。1。1> じゃあ、課長にそう言っておきます。2>, 2。それじゃあ、使わせてもらいます。3。えなんでいけないんですか 8番、今朝いただいた書類のことで確認したいことがあるんですが。1、はい、どんなことでしょうか。2、もう書類はいただいてますが。3、今日中に確認しておきたいんです。 9番この店のラーメンこれで一人分こんなに食べらんないよね。1, 1> 確かにすごい量だね。2, 2ちょっと少なすぎるよね。3じゃあ一人で食べたらどう 1>, 1番森さん、よろしければその本、私に貸していただけませんか ?1, 1せっかくですが読む時間がないんです 2, 2できれば2週間借りてもいいですか ?3 来月使うのでそれまでなら 2>, 2番。ねえ、ちょっと、ペンか何かない ?1。1> 鉛筆ならあるけど。2>, 2。ノートでもいい ?3。ペンはダメなの 3番あのこちらでの携帯電話の使用はご遠慮くださいあすみません 2> 2よかった使えるんですね3い,いえ結構です 4番。ねえ、昨日作ってくれたこの資料の表、数字間違ってない ?1。1> よかった、安心しました。2>, 2。数字は間違ってないんですか ?3。本当ですか確認します。 5番昨日はせっかく食事に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。1うん、それは残念だね。2うんうん、また今度ね。3, 3本当にごめん。 6番。あ、鈴木さん、ご無沙汰しております。偶然ですね。1。1> ああ、しばらくですね。2。こちらこそよろしく。3>, 3。いえ、結構です。 7番、新入社員の山田さん、ようやく秘書らしくなってきましたね。1、1> まるで秘書みたいですね。2>, 2、ほんと秘書として成長しましたよね。3、実は秘書になるらしいですよ。 8番今度出張で海外に行くんだっていいなぁ。1本当忙しい出張だったよ。2じゃあお土産買ってきてね。3遊びじゃなくて仕事だから。 9番僕たち二人でこの仕事やるの大変だけど、文句言ってても始まらないよね1 1。1なんで仕事始まらないんだろうね。2, 2うん、とにかくやってみよう。3, 3できないって言いに行くつもり 一番。いらっしゃいませ。何名様でしょうか一。六回目です。二。六人です。三。お客様です。 2番森さん、ちょっと書類の整理を手伝ってほしいんだけど。1そう、もう手伝わなくてもいいの 2, ?2 ありがとう。じゃあ、お願いするね。3ああ、少し後ならできるけど。 3番鈴木さん今日はお目にかかれて嬉しかったです。こちらこそまたお会いしたいです。2> 2私も楽しみにしております。ではどうぞご覧ください。 4番リンさん、日本語随分うまくなってきたし、スピーチ大会に出てみたらじゃあ、寝るのは諦めます。2> 2はい、私も出てみたいと思ってるんです。出てみたらいかがですか 5番あ松本くんシャツのボタンが取れそうだよ。どこで落としちゃったんだろう。ほんとだ全然気がつかなかったよ。3, 3拾ってくれたのありがとう。 6番。先輩、さっきいただいた資料のことでお聞きしたいことがあるんですが。1。どこで聞いたの ?2。どの資料が欲しいの ?3。うん。どんなこと 7番お料理冷めないうちにどうぞ召し上がってください 1> 1はいでは早速いただきますでは冷めてからいただくんですね冷たいうちにいただきます 8番あ、アパートの部屋の鍵、かけずに出てきちゃったかもしれない。1、1> 部屋に忘れ物しちゃったの 2>, ?2、帰って確かめた方がいいんじゃない ?3、かけてきたんなら大丈夫だね。 番棚の片付けまだ終わってないみたいだけど遅いしそれ明日にしても構わないよ。あ今日中に終わらせないといけないんですね。今日はちょっとお手伝いできないんですが。3> 3すみません。じゃあ今日はここまでにします。 1一番、山田さん、作り直してくれた資料、見やすくなってましたよ。1、ありがとうございます。よかったです。<S 2, 2、わかりました。すぐに直します。3、もっと簡単にするんですか 2番。2> ねえ、ちょっと木村さんに用があるんだけど、見なかった ?1。じゃあ、一緒に見よう。2。2> 特に用はないんだけど。3>, 3。そう、他の人に聞いてみて。 3番昨日貸してくれた本読み出したら止まらなくなっちゃったよ。1, 1じゃあ全部読まなくてもいいよ。2, 2結構面白かったでしょう。3本なくなっちゃったの 4番、どうぞお入りください。すぐお茶入れますから。1、1> お構いなく。2、ごちそうさまでした。3>, 3、どういたしまして。 5番リーさん、あの、リーさんの研究でお聞きしたいことがあるんですが。1。1> あ、はい、どんなことでしょうか。2>, 2。ああ、聞いたことがあります。3。いえ、質問はありませんが。 6番友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、どんなものをあげたらいいと思う 1, ?1 うん、それがいいと思うよ。2, 2プレゼントをあげたらどう ?3 何でも喜んでくれるんじゃない 7番吉田さん、吉田さんはどちらのご出身ですか ?1 東京の貿易会社で働いています 2, 2生まれたのは東京ですが京都で育ちました 3, 3これから東京へ行きます 8番トムさんは日本に来たばかりなのに、日本のことよくご存知ですね。1、1> 来る前にいろいろ調べたんです。2、いえ、日本には長く住んでいませんよ。3>, 3、来たばかりですから仕方ないです。 9番寒いね今夜は雪が降ってもおかしくないね。1, 1降ったらおかしい ?2, 2これは降るだろうね。3寒いけど降らないんだね。 1番。田中先輩、レポート書いたんで、ちょっと見てほしいんですけど。1。見てもらえてよかったね。2。そんなに見たいの ?3。僕でよければ。 2番。ねえ、留学のパンフレットってどこに行ったらもらえるか知ってる ?1。1> 留学先はどこでもいいと思うよ。2>, 2。うちの学部の事務所にあるよ。3。どこが人気があるか知らないの 3番研究うまく進んでないんだって先生に相談した方がいいんじゃない1先生と相談してくれたんだねありがとう2 2> そうだね相談してみる <3 S 2> 相談するのまだ早すぎるよね 4番今度スピーチ大会に出るんだけど何について話したらいいかテーマなかなか決められなくて1自分でテーマ選んじゃいけないの ?2 何について話すかテーマもう決まってるんだね3テーマ決めるのって難しいよね 5番中村さん、机の上ひどいね。もう少し整理したらどう 1, 1もっときれいに片付けてね。うん、後で片付けるよ。3あ片付けてくれたんだね。 6番学校の食堂、昼の時間はいつも混むから混まないうちに食べに行かない ?1 もう混んじゃってるの ?2, 2ええー、早く食べたいんだけど 3, 3じゃあ今から行こうか 7番山下さんさっき見せていただいた資料一部コピーさせていただけませんかええ構いませんよ。2, 2あっコピーされたんですね。3私がコピーするんですか 8番今から郵便局に切って買いに行くけど、ついでになんかある ?1, 1はがき出してきてくれない 2, ?2 郵便局は確か駅前にあるよ ?3 ごめん、僕は一緒に行けないよ。 番昨日レストラン予約して行ったんだけど30分近くも待たされたよ。1次は予約してから行かなくちゃね。2ゆっくり食事できてよかったね。3それじゃあ予約した意味ないね。 一番、喉カラカラなんだけど、お茶かなんか持ってない一、お茶はダメなの二、2> 2なくてもいいよ。三、水ならあるけど。 2番 2> 今日の会議で出た意見は部長にもきちんと伝えておくようにね。1部長が伝えてくださるんですか 2, ?2 どうぞよろしくお願いします。3わかりました。報告します。 3番、お客様、雨が降っておりますので、タクシーをお呼び致しましょうか。1、すみません、そうしていただけますか ?2、あの、私は呼んでおりませんが。3、頼んでくださったんですか、ありがとう。 4番あの前にどこかでお目にかかったことありませんか1 1> えっ前の方に何かあるんですか <S 2> 2 <S い,いえ多分ないと思いますが <3 S 1> どこでなくしましたか 5番、スーパー行くけど何か買ってこようか ?1、1> じゃあアイスクリーム頼むよ。2、ついでに牛乳買ってくるよ。3>, 3、悪いけど今はいけないよ。 6番前によく一緒に行った寿司屋もうずっと閉まってるんだよ。1, 1え、いつ頃から <S ?2, 2 <S え、そんなに早い時間に ?3 え、今日から休み 7番おととい資料をメールで送ったんだけど届いてる1え僕メール送ってないよ。2 2> ごめん受け取ったのに返事しなくて。<3 S 2> いいよ届けてあげるよ。 8番。この店のカレー、これで一人分こんなに食べらんないですよね。1。ほんと、量多いですね。2>, 2。ちょっと足りないですよね。3。じゃあ、一人で食べますか 番昨日はせっかくボーリングに誘ってくれたのに行けなくて悪かったね 1> 1うんそれは残念だねううん、うん、気にしないで本当にごめん 1番あの誘ってくださった金曜のお花見ですけど行けなくなっちゃいましてそうですかじゃあまた今度誘いますね 2> 2えっお花見やらないことになったんですか金曜行けるんですね 2>, 2番岡田さん、出張の準備何か僕にできることある 1, ?1 ありがとう。でも大丈夫。2, 2え、何も手伝ってくれないの ?3 何でも頼んで。 3番。中村さん、課長がみんなで一緒に食事でもどうかって。1。食事美味しかったです。2。2> 課長が行けないならまた今度。3>, 3。いいですね。私も行きます。 4番森さん、今朝のテレビのニュースご覧になりましたか 1, ?1 ニュースは見ないんですか ?2, 2え、何のニュースですか ?3 まだお目にかかってません。 5番。あれ小林さんが会議に遅れてくるはずないんだけどね。1。何かあったのかもしれないね。2。2> いつも遅れてくるんだ。3>, 3。もう来てるのいつも早いね。 6番すみません。このパンフレットいただいてもよろしいでしょうか ?1 ぜひ拝見させてください。2, 2ではいただいておきます。3, 3どうぞお持ちください。 7番先輩来週のパーティーちっとも人が集まらなくて 1> 1みんな来たいんだねたくさん集まってよかったよそれは困ったね。 8番、吉田さんほど親切な人っていないよね。1、吉田さんって親切じゃないの ?2、2> あんな人なかなかいないと思う。3>, 3、親切な人がすごく多いってこと 番池田さんもうすぐお客さん来るから先に会議室の暖房つけといてあ少し前につけました 2> 2すぐ消しますすみませんまだついていましたか 一番。はい、昼ご飯できたよ。冷めないうちに食べて。一。わあ、本当に冷たそう。二。じゃあ、早速いただくね。三。ええー、まだ食べちゃダメ 2番山田君遅いね電話した方がいいんじゃないうんそうしようか 2> 2それは良くなかったね早く来た方がいいよ。 3番森田さん、風はどうですか調子は戻りましたか ?1、もう戻ることにしました。2、元気になるといいですね。3、おかげさまでもうすっかり。 4番、服を買いに行きたいんだけど、今日一緒に行ってくれない ?1 今、今あまり欲しくないな。2、明日なら暇なんだけど。3、一緒に行ってもらったらどう 5番、佐藤さん、昨日の会議の報告書き終わった ?1、報告やっと完成したんですか <S ?2, 2、あ、できたので見ていただけますか ?3、会議ならもう終わったみたいですよ。 6番先輩、田中さんに会いたいんですが、連絡先をご存知ですか ?1 いつ連絡取ったの ?2 メールアドレスでいい ?3 会って聞いてみたら 7番失礼ですがこちらのお店の方でいらっしゃいますかい,いえ違いますけど 2, 2それはわかりません3私はよく来ています 8番田中さん、部長にあんなこと言って部長が怒るのも当たり前だよ。1、つい、これから気をつけます。2、確かに私も意外でした。3、部長は怒ってないんですか 9番あと1時間でパーティー始まるからもう料理並べとこうか。えもう並べてあるの 2> 2え始まってからだと遅いよ。えっ、ちょっと早くない 1番中田さん今度の旅行中田さんも行くでしょ ?1, 1行ったみたいだよ 2, 2もちろん行くよ3えっ中止になったの 2番 d さん漢字は毎日練習するようにしてくださいね。1、練習しなくてもいいんですか ?2、毎日漢字教えてあげましょうか ?3、はい、今日からそうします。 3番、私、今度スピーチ大会に出ることになったんだ。1、1> 次は参加できるといいね。2、すごいね、聞きに行くね。3>, 3、どうして出ないの 4番、加藤さん、昨日頼んだ資料整理、あとどのぐらい残ってる ?1、3時間過ぎました。2、もうすぐ終わると思います。3、まだそんなに残っているんですか 5番。山下先輩。あの、来週の勉強会、私も参加させてください。1。うん。できるだけ行くね。2。2> ぜひ来て。3>, 3。じゃあ、また今度来て。 6番。リンさん、帰るとき、窓閉めるのを忘れずにね。1。1> はい、閉めて帰ります。2>, 2。いいんですかありがとうございます。3。開けておきます。 7番、あの、何か書くもの、お借りできますか ?1、まだお返ししていません。2、2> すみません、結構です。3>, 3、こちらのペンをお使いください。 8番。サッカー部の森くん、マラソン選手としても期待されてるらしいよ。1。1> そうなんだ。マラソンもできるんだね。2。マラソンはあまり得意じゃないんだね。3>, 3。森くんでも苦手なことはあるんだね。 9番渡辺さん、パーティーの買い物、付き合ってほしいんだけど。1、1> うん、いいよ。いつ行く 2>, ?2、え、僕一人で行くの ?3、気持ちは嬉しいんだけど。 一番、リンさん、明日のアルバイト、三時に来てほしいんですが。一、いつでも来てください。二、都合はどうですか三、はい、大丈夫です。 2番、2> 田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1、1> 気をつけます。2>, 2、そうしてください。3、よく気がつきます。 3番あれ雨ですかそんなに濡れちゃってじゃあ傘はいりませんね 2> 2いつ降るんでしょう3急に降ってきたんです 4番暑いのでちょっと窓を開けてもよろしいでしょうか 1, ?1 じゃあ閉めましょう2ええ構いませんよ 3, 3いえどういたしまして 5番、お客様、こちらで召し上がりますかお持ち帰りになりますか ?1、1> はい、大丈夫です。2、ここで食べます。3>, 3、い,いえ、持ちますよ。 6番、バスなかなか来ないですね。1、1> 道が混んでるんでしょうか。2>, 2、バスにしてよかったですね。3、ずいぶん早そうですね。 7番、あの映画、もうやってないんだって。1>, 1、じゃあ、明日見に行こうよ。2、2> うん、まだやってないみたい。3、え、終わっちゃったんだ。 8番、このプリントをクラスのみんなに配っといてもらえますか ?1、1> あ、取ってあります。2>, 2、はい、やっておきます。3、すぐもらえると思います。 これで、懲戒試験を終わります。